ルグランはフランスリモージュに本拠を置き世界90カ国以上に拠点を持つ電気機器メーカー。日本ではラリタンジャパン株式会社がルグランの系列企業となっているユーロネクストパリ上場企業。ルグランの事業の起源は1865年にヘンリー・バーゲオードでラフォンドラが開設したリモージュ時期の工房に求められるが1904年フレデリック・ルグランが 磁気工房を引き継ぎ、自らの名前を社名に与えた。1919年、リモージュで小さな工場を持った職人のジーン・ムンドットと提携、絶縁体として磁気を利用した電気スイッチを製造し、徐々に電気分野へのシフトが進められた。1949年8月25日、工場が火事で全焼し大きな打撃を受けたが、これを契機に製造分野をスイッチや、 ソケットなどの電気配線器具関係に集中させる方針を打ち出し、ヒューズホルダーやブレーカー、ケーブルマネジメント関連の製造を拡大させた。1966年、最初の国外拠点をベルギーに開設。1970年にパリ証券取引所に上場。1977年、ブラジルのパイオールを買収し、最初のヨーロッパ外拠点とした。 1984年にアメリカ合衆国に進出。1989年にイタリア最大の電気機器メーカーブティッチノを買収試行会社とした。以降アメリカのオートラーニックスやホートンコントロールズなど同業他社の買収が続き、2006年に同業として中国第一位の TCL、チャイナを買収。2007年にオーストラリアの第二企業であった。 HPM を買収した。2001年、シュナイダーエレクトリックとの株式持ち合いを形成したが、欧州委員会から競争環境を損なうとして、翌年阻止された。その後、フランスの投資機関のウェンデルとアメリカの投資会社の KKR の資本家に入ったが、世界経済危機の影響が深刻化した2009年、両社はルグランの株式を売却した。同年ルグランは、 業績の落ち込みを経験したものの、2010年半ばに回復、同年3月、シュナイダーエレクトリックと電気自動車充電プラグの企画に関する協定を結び、事実上の欧州標準企画とした。2014年にアメリカ・オハイオ州のラスターを買収した。2015年7月にエリオットプログラムを発表、IoT 分野に注力する方針を打ち出している。 2015年9月、ルグランの北米部門は、アメリカニュージャージー州に本拠を置き、電源管理機器等のデータセンター向け、ソリューション機器メーカーであるラリタンを買収し、グループ企業とした。ラリタンの日本法人、ラリタンジャパン株式会社は買収後もブランドを維持し、事業を行っている。ありがとうございます。